どうも、俊介です。今回は、心が弱い人に向けて、ブレない心を作る方法5選というテーマでお話ししていきます。おそらくこの動画を見ている人は、小さなことで一喜一憂してしまったり、心が弱くて、すぐに周りに流されてしまったり、あるいは大きな夢を実現したいと思っている人かもしれません。確かに人生には、いいこともあれば悪いこともありますが、同じ状況でも、どうしてあの人はいつも元気なんだろうって感じてしまう人もいるはずです。他人にいくら否定されても自分の考えや意見っていうのを貫き通せる人もいます。ここに共通するのがやっぱり今回のテーマである心の強さ、ブレない心です。ということで今日はそんなブレない心を持った一流の人たちの考え方を5つ紹介して、実際にあなたにもそのブレない強い心を身につけてもらおうと思います。この動画を見ることで常識や思い込みにとらわれない自由な生き方ができるようになったり、周りに流されず自分の信じる道を進めるようになります。また人間関係においてもブレない心っていうのを持つことで自分の苦手な人とうまく付き合えるようにもなるので、ぜひ最後まで見てくださいね。またこのチャンネルでは人生をより良くして自分らしく生きるための方法や考え方をメインで解説しているので、自分や人生を変えていきたいっていう人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速内容に入っていきます。まずブレない心を作るための一つ目の考え方は、すべての人に好かれようとしないこと。多くの人は人から嫌われるのを恐れて、つい人に合わせようとしてしまう節があります。でもそもそも人に合わせる必要は本当にない。どんな有名人も大スターも必ずアンチは存在しますよね。神様であっても別の神様を信じている人からは見向きもされません。だから誰からも好かれるなんていうのは神を超えた技、それこそ超神業です。そんなことをしようとしても神を超えないとできません。誰しも自分だけの価値観を持っていて、それらは生きていく過程で培ってきたものなので、誰一人として同じ価値観を持った人はいない。その一つ一つに合わせるのは自分が何人いても足りません。だからこそ大事にしてほしいのは、全ての人から好かれようとしないこと。自分と合わない人がいたら、そういう人がいて当たり前と割り切ることで、人間関係で振り回されずに生きていくことができます。苦手な人とは適度な距離感を持って、本当に大切にしたい人との関係を深めていってください。それでは2つ目の考え方です。2つ目は、思い込みを捨て素直に生きること。今の自分を変えるために必要なこととしていろいろな要素がありますが、その一つに思い込みを捨てるということがあります。思い込みというのは、周りの意見に従うべき、失敗しないように行動すべき、いい大学に行くべき、いい就職先に就くべき、こういうのよく言われますよね。ですがこれらの思い込みっていうのは時にあなたの足かせになっています。無意識のうちに思い込みという鎖につながれて自由に生きられなくなってしまう。これはある意味しょうがないことで、子供の頃から刷り込まれてきた〇〇すべきという他人の言葉によって勝手にあなたの中に埋め込まれてきたものだから。でもこの他人からのべきを基準にした生き方は窮屈以外の何者でもない。ブレない心を持ち自分らしく生きていくためには、自分の責任でやりたいことをやる生き方へとシフトしていかなければいけません。あなたの人生はあなたの好きなように生きていい。当然責任は伴うけど、その先に思い込みに振り回されない人生、ブレない心を持った自分の人生が待っています。だからもう今日から自分の心に素直に生きよう。ここからがスタートです。次は3つ目の考え方、いい意味で自己中に生きること。世の中にはいろんな人がいて、当然裕福な家庭で育った人もいれば、環境になかなか恵まれずここまで来た人もいます。そして貧しい環境で育った人は自分の現状や境遇をつい周りの人や環境のせいにしてしまう人も少なくありません。けれどそれと同じように貧しくても、その経験を糧に自分の道を切り開いていく人もいるのも事実。違いは一体何でしょう。答えは、受動的に生きているか能動的に生きているか。受動的に生きている人の特徴としては、周りの人の言葉に流される、天気とか自分にどうしようもないことに悩む、文句や口が多い、すぐに相手を攻撃する、人に依存する。それとは反対に、能動的に生きている人の特徴は、何でも他人のせいにはしない、天気が雨でも心は晴れ、いつもご機嫌で穏やか、何が起こっても何を言われても気にせず、自分の価値観に基づいて行動している。あなた
たはどっちの特徴に多く当てはまったかな。受動的か能動的か。たったそれだけの違いで人生に大きな差が生じます。伝えたいのはこれからは能動的に自分を大事に生きていこうってこと。ある意味自己中な生き方っていいんです。それでは4つ目のブレない心を持つための考え方、それは決断を他人に委ねないこと。あなたは良くないことが起きた時に他人のせいにしていませんか？自分が出世できないのは上司のせい、就職できないのは社会のせい。自分に決断権のない子供なら分かります。でも大人になってもあの人が悪い、あの人のせいというのはどうなんでしょう。僕から言うと高すぎ。ブレない心を持つ一流の人たちは人間関係、自分の将来、日々の行動、これら全て自分が選んだものなので、全て自分の責任ということを知っています。誰から何かを勧められても何か違うなって思ったら断ればいい。決定権は自分にあるってことをしっかり自覚してください。これが最後の考え方です。ラストは自分自身を信じること。ブレない心を持つ人は自分が歩む道を自分の信念に基づいて決定しています。みんながこっちだから自分もこっちなんていう決め方はしません。社会人なら時に自分の意見を押し殺して周りの意見に従わないといけない時もあります。でもそんな時でも不本意だけど仕方がないという気持ちは持っておかないと、ただ流されるだけの人になってしまう。重要なのは世間や周りが何て言おうと自分の進む道は自分で決めるという姿勢を貫くこと。そうすれば万が一失敗してもそれを次に生かすために学びに変えることができます。世の中の流れに従うことなく、根拠が薄くても自分の信じる道を貫く、そういう人は周りから評価され信用されます。だからこそみんなが憧れるような心の強い人になっていくんです。まずは自分を信じること、そこから始めてみてください。それでは今回の動画のまとめです。今回は心が弱い人に向けて、ブレない心を作る方法5選というテーマでお話ししてきました。ブレない心を持つための考え方として、1、すべての人に好かれようとしないこと。2、思い込みをして素直に生きる。3、いい意味で自己中に生きる。4、決断を他人に委ねない。5、自分自身を信じること。以上の5つの考え方をお話ししてきました。心が弱いからダメというわけではありません。ですが、弱いことで小さなことにも過剰に反応してしまい、結果的に苦しんでしまうこともあるでしょう。そんな時は今日お伝えした5つの考え方を思い出して、ブレない心を少しずつでも身につけていってもらいたいです。動画を見て終わりはもったいない。せっかくここまで見たんだから、この内容で自分にピンときたものだけでいいから、しっかり自分で実践していってほしいです。ブレない強い心を身につけられることを僕は願っています。またコメント欄で今後動画にしてほしい内容を募集します。何か悩みや相談事などがあればぜひコメントしてください。それではこれからもこのような動画を上げていきますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。またね。